さあ皆さんこんにちはスノーボーダーの青木玲ですさあ本日もやってまいりました YouTube スノーボード大学の時間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ本日もですね、カービングについてのお話でございます。お話しするテーマはカービングの腰の位置っていう風にちょっとテーマを書いてみました。 カービングターンをしていくときまあとりあえず滑り出す直角をしてるときにボードの上に腰が乗ってた方がいいですよこの腰が外れちゃったりするとバランスが取りづらいですよっていうお話は初心者のときだったりとかによく聞くお話かなと思うんですこれはまずまっすぐ立つことに対してこの腰っていうものがボードの上にあった方が立ちやすいこの腰が外れてしまうとおと音とっとっとってか,かかとに行きやすいので 腰がもしボードから外れるんだったら頭とかでうまく調整しないといけないんだけどそれが初心者の方々は難しいだろうからそもそも腰があんまり出っ張らないようにしてあげましょうねとこれって、えー、非常にいいことかなと思うんですね。ああなるほどなるほどその方がしっかりと立つことができるからいろいろ遠くも見えるから安全弁でも非常にいいしという形でボードの上に腰を <coughs> 置いておく。 ここのとと自体は非常にいいいかなと思いますじゃあこれをカービングターンの腰の位置っていう風に考えた時にターン中は腰をボードの真上に置いておく先ほどの直角行と同じことですねボードの真上に例えばヒールサイドターンでもこの板をこうやって履いてるとしたらこのデッキの真上に腰があるようにする反対にこっち側は つま先側搭載側でギューンって曲がっていく時に板に対してこのボードデッキの真上に腰があるようにするこの腰位置をボードの真上に置いておくと非常にいいですよっていうお話は結構あるなって思うんですで、えー、とこのこと自体は、えー、いきなり僕も間違えっていうつもりはないんですけれども これ正解じゃないのでそれをちょっと紐解いて今回はきちんと解説したいななと思いいます正解じゃないっていうとちょっと語弊があるかな理想じゃないって言った方がいいかな別にこれ考えなくたって十分カービングの安定感とか鋭さっていうものはしっかりと手に入るし向上していくことができるし僕自身じゃあカービングターンしてる時に腰をボードの真上に置いておこう真上に置いておこうっていう意識があるかって言ったらこれ僕全っ くないんですでもそれなりに僕カービング滑れてるなって自分でも思うのでもしこれを意識してて滑りづらい窮屈だっていう人はこれ別に一回忘れても大丈夫ですからねっていう今日は動画になればなと思いますじゃあその理由としてねっていうところが下に書き出してみましたトウとうとうヒールつま先側と かかと側での腰位置っていうのはそもそも違いますよっていうところをまずスタートに置いてあげてください。これ、つま先側に行った時とかかと側に行った時って体が正面向きに近いものアルペンだったりとかフリーサイドも結構前向けるんだよっていうのでそれこそ上半身が結構ノーズの方に向いてるよと いうような人はヒールサイド側もトーサイド側も左右がちょっと対称っぽくなるじゃないですかね動きとして横乗りで構えた人のつま先かかとは思いっきり非対称感がやっぱり出ますよねこれがこうなると対称になりやすいですねとでこれがちょっと待ってくださいね ジャンブーツ持ってきてみました前に向くとこういうふうに使うようになるのが横に向くとこういうふうに使うようになっていくからそもそもブーツがつま先とかかとでは非対称な形をしているので腰が乗っていく位置もつま先かかとの真ん中に腰がある状態が カービングターンのトーサイドターンヒールサイドターンで本当に適切かっていうとこれ適切ではなくなっていくんですボードのの真上ににある腰はは直角この時には僕も有効だなと思うんですあの初心者初級者ぐらいの方は連続ターンを覚えようよっていう時には有効だと思うんですけれども今回はこのカービング結構鋭くギュンギュンって曲がりながらさっていうカービングする時に腰をボードの真上に置こう。 真上に置こうっていうふうにトーサイドもヒールサイドももし思っていたらそれはセッティングがもしかなり前向いてるんだったら有効になることが多いですけれどもちょっとでも横向き斜め乗りだったらそもそも対象には動けないから腰位置だって対象の位置に来ないよっていうのをスタートにしてあげた方がいいんじゃないかなというふうに思いますじゃあどこに来るんだよっていうお話は あの、座学だったりとか、オンラインサロンだったりとか、レッスンで詳しくお話していきますので、YouTube スノーボード大学の方では、え違うのっていうところだけ気づいていただくでも、いただくだけでも、え、じゃあどうしたらいいかなっていうふうにより上達していくためのきっかけになるんじゃないかなと思いますので、そういった意味合いでお話を聞いてください。そして、ボードに乗せたい、乗って、 本当に腰ですか乗せておきたいボードの真上に乗せておきたいのって腰ですかいや腰を乗せたいっていう体のパーツっていうよりも本当に乗せたいいのは体重じゃないですかねきちんと自分の重さを効率よくボードに伝えてうまく乗っていくために体重自分の重さ体重を 適切ににボードに預けていきましょう例えばこれが体重の中心なのので重重心心というものだとしますね重心があって板があってこの重心をボードの延直線上に置いておいてあげましょうトウサイド重心をボードの延直線上に置いておいてあげましょうヒールサイドって言われたらこれは僕賛成なんです。重心をってなったら重さの話になるじゃないですかね。 あ重さ乗せていくんだったら、トーサイドだってヒール作用だって足元が非対称でも、ちゃんと板に重さが乗っていった方が安定感があるし、それがそのまま鋭いカービングにもなるなと思うので、重さ乗せるんだったら大賛成なんですけれども、重さ乗せようよと腰乗せようよって、これ決してイコールではないじゃないですか。なので、そういったところから、 腰をボードの真上にきちんと乗せようって思うと、ちゃんと重さが乗らなくなる可能性が結構出てきますよっていうのを把握しておいていただけると、カービングクオリティのさらなるレベルアップっていうものに非常に取り組みやすくなるんじゃないかなというふうに思った次第です。 スキーだったりとかアルペンみたいに正面向いてるっていう風になると結構対象っぽく乗っていけるので両方腰,腰腰腰っていう感じでもいいかなと思うんですけどももう仮に非対称横乗りで棒立ちじゃなくてちょっとでも低い姿勢取ろうと思ったらもうお尻腰はこっちに行って頭はこっちに行くよっていうのが横乗りのポジショニングになっていくと思うんですよね多少ですよ ということは低い姿勢の時の腰位置と高い姿勢の時になった時の腰位置ってボードに対しては変化していくので変化してしまうものを軸として常に真上に置いておいた方がいいんだっていうのはちょっと窮屈さにつながるんじゃないかなと思いますので是非とも今回はこれは理想的ではなくってここターン中じゃなくて。 でターン中でもカービングじゃなくて初級者の人が目指す連続ターンとかここを直角行はっていう風に置き換えるんだったらまあこの文章もそんなに悪くないんじゃないかなという風に考えてみた次第です。是非ともですねこういう意識がボードの上でのスムーズな動きだったりとかアグレッシブな動きにつながらないと。 いうふうになりがちなので、お気を付けください。それでは、またスノーボーダーの青木玲でした。